だ、団長。俺なんかのために。団員を守るのは俺の仕事だ。いいから行くぞ。皆が待ってんだ。俺たちにはたどり着く場所なんていらねえ。ただ進み続けるだけでいい。止まんねえ限り道は続く。止まんねえからよ。お前らが止まんねえ限り、その先に俺はいるぞ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。アムロ風実況、ガンダムオンライン、実況者のエテボンゲーです。よろしくお願いします。今回は初心者の皆さんに、どの機体を使ったらいいか、どういう武器を使ったらいいか全くわからないと思うんで、本日は初期機体を使用してどういった武装で戦えばよいのかというのを説明していこうと思います。はい、僕はね、今ちょっと隊員やらさせてもらってますんで、5年やってますんで、5年、もうガンダムオンラインの、を熟知していますので、はい、僕は異官たちを育てる、僕には異官たちを育てる義務がある。マジで今ちょっと召喚どもはちょっと黙っとけよ。召喚とかは今僕は召喚とかたちに中指を立てている。今はい、なのでね、召喚の皆さんは黙って動画を見てください。以下の方たちはね、積極的に、手を挙げて質問していくようによろしくお願いします。はい、では本日の機体を説明します。本日は、皆さんがね、持っている、最初から持っている機体、簡単に、入手できる機体でデッキを編成してみました。まあ俗に言う初期機体ですね。はい、これが、みんなご存知ジムです。最初にね、配られる、まあ、今始めた人がどういったモビルスーツを持って始めれるかっていうのがちょっとわからないんで、僕が最初に始めた時に、手に入るというか、もう最初もう僕初期組なんで、はい、初期組のサイコさん勢なんで、最初はもう特性がないユニット、特性なしの銀図という謎のモビルスーツ4機を配布されて、それで戦っていました。まずそれが、ノーマルのジムですね。これがノーマルのジム。武装に関しましては基本的には、今回はまず簡単に説明していきます。いろいろと質問があると思いますので、その都度コメントで質問してください。初心者の皆さん、召喚はマジで黙っとけよ。はい、まず基本的に武装というのは、ロックオンをバチボコに上げてください。ロックオンをバチボコに上げて、あとはグレとビームサーベル、これでいいです。はい、まあこれはジムですね。ジムに関してです。次、こちらが、初期型ジムという、最初に持っているモビルスーツの中で、最強、召喚でも採用されているモビルスーツの1機、初期型ジムです。こいつは本当に優秀な機体で、なんといってもこのビームライフルが非常に高火力です。威力がもう3000、一発が3000超えているという、本当お得な武器、お得武器ですね。コストパフォーマンスは本当に最強です。例えて言うならばコストパフォーマンス、例えて言うなら、分かりやすい説明、そうだな、コンビニで、コンビニで
はい、あとはあのこれハイパーバズーカーの、F 型ですね。これは銃撃のバズーカーになりますので、通称マンバズという、マンのダメージを与えれるバズーカーとなっております。初期型ジムの武器はこれで OK です。2つで十分です。初心者の皆さんは基本的には武器は2つに最初は絞っていきましょう。そうすることによってね、判断しやすくなりますんで、まあ僕みたいな上級者は基本的には武装3つでやらさせてもろてます。はい、続きましてこちらがデザートジムです。まあこちらデザートジムは銃撃機体になります。レールキャノンというチャージバズーカーを装備できる、機体ですね。初期機体の中で唯一チャージバズーカーを撃てる、低コストモビルスーツとなっております。はい、もうこれは基本的にはずっとチャージして構えておく、そして敵が来たら、マウスを離すだけ、まあ、簡単なもう単純明快です。こいつに関しては狙う必要もありません。もう地面とか壁とか適当に撃っときゃね、あの当たりますんで、当たればめちゃくちゃ効果力なんでね。で、あとはね、一応これが撃った後はリロード時間がありますので、その間に短式マシンガンなどでね、これもロックオンをバチボコに上げてね、ロックオンして、撃ちまくるという、非常に簡単な、モビルスーツ、簡単なお仕事です。これもはい。であとは、この教習型のダブルゼータガンダムです。はい、宇宙はちょっとデザートジム、出撃できませんので、初期型ジム2機で行かさせてもらいます。はい、まあ、こんな感じで、今日は、初期デッキで、初心者の皆さんに分かりやすく立ち回り、戦い方、武装を、実戦で、大規模戦に参戦して、披露、紹介していこうと思います。よろしくお願いします。はい、今回のフィールドは廃校都市です。今回からね、もう積極的に代理式などをやっていこうと思います。はい、いかん盛んにいるうちはどんどん、代理してね、みんなを引っ張っていってやろうと思います。まあ、まっすぐに召喚に戻ってしまうと思いますが、その間皆さん、地球連邦軍の初心者の皆さん、よろしくお願いします。よし、今回のミッションに初動は、上から出て、AX かな、 AX で、攻め込んでいこうと思います。その後は、このフィールドは補給が出せますので、バトルエリア、サイコガンダムをね、取れるように、ここ付近に、補給艦養成ポットを置いて、行きましょう。よし、まずは、まずは1番を取ることに全力を尽くしましょう。はい、あとね、初期機体どんどん説明していきますんで、本当質問があったらどんどん、テポンゲリアプティズム、いきます。質問があったらね、どんどん質問してほしいし、戦い方、立ち回り分かんなかったら、本当どんどん質問してほしいし、本当僕分からないことないんで、ガンダムオンラインに関しましては。本当攻略本出せるぐらい、だわ。よし、まずはここでブースを管理をしっかりしております。うん、距離じゃないな、あ、そして、このね、ダブルゼータちょっと武装変えております。初手はジオには警戒してください。初動、あー、やばいか、あー、待った、皆さん、初心者の皆さん、初心者の、ちょっと待ってくれ、これ、この初心者の皆さんはこのキーボードね、気をつけてください。ちょっと待って、あ、あー、ちょっと待って、
しいんだ。ですね、ちょっと待って、ちょっと来とるかな、来とるかな。これ以上好きにさせない。来とるかな、来とるかな。ちょっと待って、まずスチームを切ろう。スチームを切ろう。終了。スチームを終了させます。まずガンダムオンラインを始める前にスチームのスチームの元タスクを切りましょう。しっかり。でないとなんかスクリーンキーボードというのが出現。入れるな！これ以上！戦わせるわけにはいかない。おーし、おし、いくぞ。カウンターだ。俺に続け。えーい、おし、俺に続け。お前ら、あ、よし、とりあえず踏んじゃってもいいかもしれん。踏んじゃってもいいかもしれん。これはとりあえずな。ちょっと下の拠点は、うわー、頼む、許して。やめろ、舐めるな。引きます、引きます、引きます。よし、よし、はい。ダブル強化型ダブル、ゼータガンダム、少し武装を変更しました。このゲロビ、今回は、格闘を、持たせてみました。これが非常に至近距離で広範囲の爆風を持つ、まず、メガキャノンと、あと大型ビームライサーベル、これは威力8800の2段格闘、2倍2倍なので1万6000が2回撃てるという非常に高火力なモビルスーツとなっております。はい、とりあえず、中央にちょっと代理します。代理します。代理します。攻撃を続けさせてもらいます。代理できた？代理できた。よーし、よーし、よーし。よし、やることないわ。とりあえずみんな、ジオンのさ、最後ガンダムを渡すわけにはいかない。なんとしても、生きてる？あー、ちょっと初心者の皆さんはブースト管理をしっかりしましょう。ブースト管理を、ブースト管理をしっかりできれば、非常、本当ブースト管理ゲー、これはガンダムオンラインというのはもういかにブーストを管理するかというゲームです。ゲロビ対決、相手のゲロビ、あ、ダメか、もうダメか、この野郎。はい、はい、出ました、大型ミサイル、はい、出ました。あー、ちょっと厳しいかもしれないな、これ。補給艦ビーコン、どんどん出していこう。
戦略兵器ちょっと出していこう、貯めていこう、戦略兵器貯めていこう。よし急いで、ほんとサイコガンダムを取られてしまうと、その中央の、拠点が、中央の拠点の屋根がね、屋根が壊されてしまいまして、簡単に攻撃を許すことになってしまいます。拠点突を簡単に決める。ガード、あのシールドをしっかり、シールドをしっかり、そしてダウンを稼いで切る。これが基本的な攻撃です。これが基本的な攻撃、これができないと本当ガンダムオンラインできませんので。やりよるな。そして四角にグレネードを投げる。よし、何あいつ。ああいうね、すぐに隠れるようなやつは相手する必要はありません。はい、ここグレ、ここグレネード、ここはいける。うわあ、よし、核はまだ出動しないように、核はみんなで行こう、みんなで行こう。核は補給艦ビーコン出せないな。おしおしおし、いいぞいいぞいいぞ、指示通りだお前たち。おら、そしてウィー、あ、おー、ありがとう、ありがとうございます。あ、やばいか、サンキューな、ほんまに。そこ、ほんとこれが一番おすすめの機体です。こいつが、このデザートザックが一番おすすめです。正直ちょっと今のところ一発も当たってませんけど、こいつが一番キルを取りやすいですね。本当に昔はこいつ、本当デザートザックのエテボンゲってよく言われましたね。昔は、一昔前は。しかしちょっと環境がね、今変わ、あー惜しいなー、ちょっと環境が変わったせいでね、あんまり見なくはなってしまったんだよ。よーし、これはちょっと無駄死にするわけにはいかない。キルを上げないということは非常に大事なんで、もうダメだなと思った時はすぐに緊急帰投して帰ってください。相手にね、キルを与えると相手のムードも良くなってしまいますんで、調子に乗らせてはいけない。まあ、そういう時はね、低コストなんかはもうすぐに乗り換えましょう。補給艦ビーコン、補給艦ビーコンはね、もうなんか出せないわ、ずっと。なんかもうずっと出せんらしい。ここで、旅客機体。もうちょっと、どんどん、ちょっとみんな、いかんのみんな、こっち来て、もう、うわ、なんか B 殴ら、A も殴られてるわ、今気づいて。いやけどね、まあ、殴らしとけばいい。ここを取らないと、ここを取れば勝てるんで。
ここを取れば、あー、ダメだ、サイコガンダム出動した。よし、こうなったらもう、こうなってしまったらもう仕方ないですね。止めましょう。そしてサイコガンダムにはビーム兵器は効きませんので、実弾武器、もとい、バズーカなどで攻撃を当ててください。止めて、みんな足を切り落として。ちょっと待って、この隙に核を運ぶという戦略もありなんですけど、核壊されたんじゃね、もしかして。これもしかして核壊された説あるな。あ、核壊された説あるよな、これな、完全に。よし、補給艦ビーコン、とりあえず B。クールタイムです。補給艦、今は出しちゃいけない。今出すの握手。もうこれ、まあいい、一人で核持ってっちゃいけない。おら負けるな。まあこれが5年の経験ですね。これが5年の経験あるかないかの差ですね。いかにジオを乗っていようとも、その乗り手が5年やってないとジムにも負けるということです。対象物は全て破壊する。ダメだ、機体が言うことを聞かない。まだまだ、お前だけ。よし、よし、遅れは取らん。よし、撃って撃って撃ちまくる。出撃する機体を選んでください。いやー、ちょっと強化型ダブルゼータさえ、強化型ダブルゼータさえ、うわー、これ、守って、どんどん来てるよー。あー、もうこれはもうダメだー。いただきます。お前たちまだ戦えるか。お前たちの目にまだ戦う意志はあるか、問う。よし、戦おう。その命預からしてもらう。お願いします、手を貸してください。まだ負けたわけじゃない。まだ決して負けたわけでは。まだ負けてない。負けてろ。あ、なんや君は、退出せ。それはもう退出してくれ。そうですね、コメントでもちょっと、チャットでも言ってるように、ちょっと防衛が、甘かったですね。いろんなところをこう攻め立てられて、もう全部が後手に回ってしまい、気づいたら中央も取られていて、その隙に
中央に集まったと思ったら次は拠点を殴られて、核は壊されて、そしてサイコガンダムを取られたと思ったらもう一緒に突き来てて、いやあ、まあけど今回はとりあえずこの初期のモビルスーツたちの説明、機体の使い方はそれなりに理解していただけたのではないでしょうか。ジムは、格闘とバルカン、そして、隙間に投げ込むグレネード、そして初期型ジムはビームライフル、高火力なビームライフルで、中間距離からの攻撃、そしてとどめに F バズーカ、マンバズ、そしてレールキャノンを持っているデザートジムは、敵の群衆に撃ち込む、そして短縮で残りを削り落とす、であとは強化型ダブルゼータガンダムでした。まあね、どんどんね、初心者の皆さんは質問があればどんどんと、質問を、よこしてください。召喚のね、みんなは召喚のね、お友達のみんなはね、すぐに僕召喚に戻りますんで、ちょっとの間、復習ですね、復習、ガンダムオンラインの基礎の復習だと思って僕の動画をしっかり見るようによろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。